Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回はフリーカンパニーにボーイズラブ好きの人が集まった時の対処方法というテーマでお送りします。まずネット上などでの専門的なワードが出てきているので知らない方向けに解説します。 BL とはボーイズラブの略。少女漫画ジャンルの中で男性キャラクター同士の恋愛が表現されだしてからね、表現しているワードであると。で、腐女子っていうのは男性同士の恋愛のテーマを扱った創作物を好む女性を指す言葉であると。LGBT とは L は女性同性愛者、 G は男性同性愛者、 B は両性愛者、 T は生まれた時の性別と異なる性自認の人であると。で、それぞれの頭文字を取った言葉で、最近 YouTube の動画などでもよく使われる言葉であると。で、これらのワードを用いて動画を進行していきます。質問相談いただいております。はじめまして、トラジオさん、いつも楽しく動画を拝見しております。自分は総勢20人ほどのとある FC に入ってかれこれ1年ほど楽しく過ごしてきました。ただ最近困ったことができてしまい、相談したくご連絡しました。その困ったことなのですが、腐女子の FC 面たちとどう接すればいいのかということです。3ヶ月ほど前に入った FC 面 A が BL が好きないわゆる腐女子でした。それまで入っていたメンバーの中で男女ともに BL 好きの者はおらず、また自分は言わずもがな、他の男性陣も BL というもの自体が正直苦手なようです。とはいえ、例えば〇〇さんと〇〇さんはできてるみたいな迷惑な振る舞いはなかったので、趣味は自由だしねくらいに思っていました。それから今に至るまで3人ほど A の触れが入ってきたのですが、全員同じく腐女子の方でした。 A たちは全員オスかつイケメン系のキャラクリです。FC のルールはきちんと守っているし、チャットや声かけのコミュニケーション自体も良好で、FC 面としてだけ見ればいい人たちです。ただ、腐女子仲間が増えて気が大きくなったのか、緩んだのか、ちょくちょく BL ネタが FC 内や FC 面と相互フォローしている Twitter などで目につくようになってきました。例を挙げると、FC ハウスに戻ると、スタジオブースで A たちが恋人同士のような SS を撮ってイチャついていた。エタ版やエモやオリジナルマクロなどを用いて、上記の男同士の SS 以外にも片方が女装、過去ネタとしての女装ではなくガチな感じをしてイチャついている SS を恋人に向けた感じのポエムと一緒にツイートする。とある FC 面過去腐女子ではない人がビエラオスに幻想した時に、ケツめっちゃエッチじゃん、食いてー、3番過去顔の種類の笑顔誘ってるでしょといったネタだろうけど BL 的な発言をするなどなど、細々としたことも含めればほぼ毎日何かしらの BL 要素を目にすることがあります。また A ととある腐女子がオスキャラ同士でエタ版をすることになり、 FC 面たちにも招待があったのですが、少なくとも自分含め数人はげんなりしています。過去片方が千住の女性 SS の人だったので、間違いなく女装 &BL 趣味全開の式になると思うので、あらかじめ断っておくと、自分はリアル男性で同性愛者でもないですが、 LGBT に偏見はないつもりです。 A たちがそういった LGBT の人でネット恋愛の延長としてやっているならまだわかります。しかし A たちは全員女性、過去彼氏持ちや既婚者が半数で、おそらく LGBT でもなく単に趣味として BL を楽しんでいるだけだと思います。正直今は気持ち悪いと感じるレベルで BL 行動が目立つため、マスターに相談するか本人たちに直接見られる可能性のある場所ではやめてほしいというか迷ってます。しかし今のご時世的に BL に否定的な発言をすると LGBT に対して否定的な差別主義者だと拡大解釈されないかと悩んでます。 A たち以外にもたまに BL 的な SS が Twitter で流れてくるので、14はそういう趣味の人も多いのだと思いますし、線引きさえすれば好きに楽しめばいいと思います。ただ A たちに限って言えば、正直公の場で女性キャラクターにエロい格好をさせて喜んではしゃいでいるキモオタと同じように見えてしまいます。長くなりましたが、自分の所属しているコミュニティ内で BL 趣味の言動が目立つ人たちとはどのように付き合っていけばいいでしょうか。アドバイスお願いします。非常にシビアな話題です。ただこの質問を取り上げた理由は、自分も他人事ではないからです。今後こういったことと向き合うことにもなるし、今回の出来事の対処方法と今後の対策を考えていきたいと思います。まずは今回の件をまとめました。 FC に1年滞在の1メンバーの悩みであると。でしばらくしてから腐女子 A が加入、続いて A のフレンドが3人加入。このグループ腐女子グループは BL 系が好き、 Twitter で BL ネタ SS を投稿すると。で他の FC メンバーに際どいワードで絡むと、全員は趣味の範囲ということで、今回の質問は2つ。マスターに相談するか本人に直接言うか、そして今後の付き合い方ということで、まずはマスターに相談することをお勧めします。
本人に直接言ったとしても相手の行動を制限する内容なので、ほぼ確実にトラブルになります。それもマスターではなく一メンバーが言ってしまうと、たとえ FC の方針であっても相手が納得しづらいです。なのでまずはマスターにこういった行動に対してどう思うのか、また自分がどう思うのかを伝えましょう。すると FC の方針や別のメンバーの意見がまた別であったりすると、マスターは何かしらの改善の行動を取るかもしれません。ただそもそも FC マスターが同ジャンルの人であるとか FC の方針として問題なのであれば、現状変わらないかもしれません。その辺の確認も含めてマスターに相談するのがいいでしょう。もしかしたら募集事項だったり雰囲気が加入してきた腐女子 A に刺さる内容があったのかもしれません。今後の対応として気をつけないといけないのは、否定をしてはいけません。質問主もマスターもです。腐女子とか BL が好きとか趣味の範囲なので、他人の趣味を否定すること自体がナンセンス。誰だって自分の趣味を否定されたら嫌であると。ただ理解はしなくていいです。自分の興味がないものを理解しろっていうのも無理のある話で、理解はしなくていいけど否定せずに受け入れるのがうまく付き合っていくコツかと思います。そしてこれは何も同性愛者や腐女子に限った話ではありません。それぞれの趣味や個性があるので、例えば高難易度の霊式とか絶とかがめっちゃ好きなゴリゴリの戦闘狂がいたとして、その人が他の FC メンバーにも遊んでほしいからと強引に誘ったり声かけたりすると、まあそれって強要でダメだよねと、それなら専用のコミュニティを探してねっていう話で、まあそれと同じ感覚だと思っています。なので FC は別物のコミュニティと理解すれば、マスター自身も方針を決めやすくなると思いますし、現状 FC にいる腐女子たちにも同じように声をかけやすくなるのではないのでしょうか。具体的にはいろんな人がいるから他の人にも多少配慮してねと声をかけます。これらを否定して拒否したり受け入れたりしなければ、その人たちはコミュニティを去ることになりますが、自分の権威の感情だけで行動を続ければ、その人たちだけではなく他のメンバーもコミュニティを離れていくことにつながります。質問主が彼らの行動をどう捉えるかは勝手ですが、否定ばっかりするとね、自分も居づらくなります。ただその人たちがゲーム内や FC 内で誤解さすような過激な発言をしているのであれば、その辺が FC の方針とそぐわないのであれば改善の必要があると、質問主自身がマスターに意見できます。これはね、今後 FC を運営していく中で必要なこととも言えます。Twitter に関してはそれこそ趣味の範囲だと思うんで、誰かに迷惑かけないのなら好きにしたらっていう話ですが、どうしても気になるなら見ないようにするなどの対処をしましょう。Twitter 上で絡まれたり嫌なコメントがつくのであれば、マスターに相談しつつ運営に相談するのも視野に入れていいと思います。ということで今回の対策をまとめます。マスターに相談する、被害が出ているかを確認、否定はせずに受け入れる、同じ感覚の視野を持つ。こういったジャンルに対して強く見てしまいがちですが、内容は別にして客観的に見てみて、彼らがどういった行動を起こしているのか、それでどういった被害が出ているのか、どういったいいことがあるのかなど、リスクヘッジを考えていくといいと思います。コミュニティを持続させていく上で、ジャンル問わずにダメなものはダメと言いつつ共有して方針を決めていく必要があるわけです。あとは否定をせずに受け入れるという意識を常に持っておくと、ジャンル問わず様々な人と適度な距離を保てます。はい、ということで今回の質問への回答は以上になりますが、自分もね、他人事ではないので深く考えるいい機会になりました。自分の考えがね、 100% 正しいとは言えませんが、自分の過去を見返すと人間関係で深く困ることがなかったんで、もしかしたらこの考え方が自分を楽にするいい方法かもしれません。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。